ウィリアム・トマス・ロジャーズ、爵位名クオーリーバンクのロジャーズ男爵は、イギリスの政治家、枢密院議員。英語での正式な呼称は、ザ・ライト・アンダ・ブルー・ザ・ロード、ロジャース・オブ・クオーリーバンク、PC となる。通常は、ウィリアム・ロジャーズ、ないしビル・ロジャーズとして知られ、労働党から社会民主党が分離した際の中心となった、いわゆる、ギャング・オブ・フォーの一人。その後は、社会民主党と自由党の合流による自由民主党の結成に参加し、貴族院における同党の指揮者となった。ロジャーズはリバプールのクオーリーバンク高校。その後しばらくロジャーズは議会外に泊まり、1987年にはミルトン・キーンズ選挙区に社会民主党から立候補したが、当選はならなかった。その後、ロジャーズは社会民主党内でYes to Unity という運動を展開し、自由党との統一を主導した。両党の合流は1988年1月に成立し、自由民主党が誕生した。1992年になって、ロジャーズはカムデンロンドン特別区のケンティッシュタウンのクオーリーバンク男爵として受爵されて一代貴族となり、貴族院議員として議会に返り咲いた。議会から離れていた時期のロジャーズは、王立建築家協会の会長や、広告基準協議会の議長を務めていた。1994年には、自由民主党の貴族院における内政問題担当スポークスマンとなり、1997年から2001年までは、同党の貴族院代表となった。ロジャーズの自伝は、ホースアマングイコールという題であったが、これは社会民主党を創設した中心メンバーたちの中で、ロジャーズが最も目立たない存在であったことを表したものである。ありがとうございます。